はい、今日、ご紹介するのはこちらですね。上機嫌純米大吟醸藍山ですね。藍山は昔からある酒米なんですけども、一旦もう廃れかけてなくなりかけたんですけども、これを顕微子酒造さんがですね復活させて、今でも、いろんな酒蔵が使っている、お米になります。色はこんな感じですね。香りはね、本当に豊かなね、白桃の香りです。これちょっとやや甘口になるんですけども、酸がね、ほんとフレッシュな酸がプシッて効いててね、なんていうか、ほんとまさにジューシー、これほんとお米のジュースっていう感じですね。いや、ほんと美味しいです。難しいこと抜きに美味しい、そういうお酒ですね。一度飲んでみてくださいっていう感じです。綺麗な化粧箱に入っているので贈答にも最適です。上機嫌純米大吟醸藍山、この酒はいい、うまい。